パリ五輪の卓球女子シングルス3位決定戦で、日本の早田ひなと激闘を繰り広げメダルを逃した韓国の新郵便は、試合中の栄養補給のため、さまざまなものを食べている姿が中継に抜かれ話題となっている。試合の注目度の高さゆえか、韓国では新郵便が口にしたものの人気が高まり、売り切れるという現象まで発生している。韓国紙、ハンギョレが、新郵便のおやつ。 平な桃はどれくらい美味しいんですかという記事で伝えている一例として混合ダブルスの3位決定戦直前に食べていた平らな桃が話題を集めているのだという普通の桃より高いにもかかわらずインターネットで販売された商品が2日で500セット完売新郵便がおやつとして食べる姿が中継カメラに捉えられ商品に対する関心が爆発したと伝えている この現象を受け、韓国小売大手のロッテマートは、8日から平らな桃、4から6個入り、を1万9990オン、約2102円、で販売すると決めたという。さらに、試合中に新郵便が食べていたエネルギーゼリーも販売量が急増し、一時品切れに追い込まれた。テレビショッピングの c j オンスタイルではこの商品、リンティアクティブ3.0、が、 1>, 1時間で1億ウォン、約1052万円を売り上げる事態となった。記事によれば、新郵便はこれらの捕食について、おやつを食べなかったら勝てなかったと思う。体力が枯渇して、中間仲間に力が抜けていた、と話したことがあるという。大会序盤にはバナナを食べる姿が SNS で話題となっており、しばらくブームは続きそうだ。 新便は女子シングルス3位決定戦で早田に敗れたものの泣き崩れた早田を真っ先に抱きしめる姿が世界で称賛された今度は「モグモグタイム」が注目されるほどのスターになりつつあるようだ